インングランド一部リバプールに所属するエジプト代表 FW モハメド・サラーは今シーズン限りでクラブとの契約が満了を迎えるカタルーニャメディアエル・ナシオナルはそんなサラーに対して欧州の2つのビッグクラブが契約を望んでいると伝えたサラーとリバプールの契約は2025年6月までこのまま契約が延長されなければ移籍金ゼロで他クラブへ移ることが可能となる 32歳のサラーは、まだプレーメ面で衰えを見せていないこともあり、欧州では関心を持つクラブもあるという。エルナシオナルによれば、フランス一部パリ・サンジェルマン、イタリア一部ユベントスが関心を持っているクラブであり、両チームは選手の状況を見ており、ヨーロッパでキャリアを続けさせるためにオファーを準備していると報じている。両クラブにとって新たな攻撃陣を形成する上で、完璧。 ナピースだと同メディアは指摘。さらに記事では、最近の発言で、このエジプト人ストライカーは、今シーズンがアンフィールドでの最後のシーズンになると明言したと去就の信憑性を強調しつつ、サラーの将来はあるいてはどなどが関心を示しているサウジアラビアにあるというのが、リバプール内の見方であるが、状況は異なるかもしれない。ストライカーは欧州にとどまり、 キャリアで約10年にわたって輝いたクラブと対戦することも厭わないと伝えている。これまでサラーは欧州にとどまることをリバプールに対する裏切りに感じて多大陸へ渡るのではないかと見られていた。しかし UEFA チャンピオンズリーグ CL を含めより競技力の高い場所でのプレー続行を望んでいるようでサウジアラビアは財産をもたらすかもしれないが、 ヨーロッパ各国のリーグでの高い競争力は彼にとって大きな魅力だと欧州残留の可能性を指摘した。挙衆が確定するまで、サラーの動向は大きな注目を集めることになるだろうが、エジプト人アタッカーは何を求めることになるだろうか。